シーズン前ドンデン、中田翔は怖くない。シーズン前岡田監督、中田翔は怖くない。去年巨人で15本、中日行ったら10本、打率もせいぜい250。シーズン換算だと岡田見る目あるな、あの中田を怖くないって分析が当たってる。それじゃ阪神には怖い打者一人もおらんやん。自分とこの手法にも言ったれ、さすがに全てを下回るの白さ。去年結構打ってたんやの、ハム時代と遜色ないやん。シーズン最初だけ頑張ってたな。岡田じゃなくても分かってたことだろ。これで金曜からの中日戦、中田の活躍で3立てされたら面白いな。中日首脳陣以外はみんな分かってたぞ。立浪以外分かってたこと。去年は相性のいい中日から稼いでたの、よその中日との対戦がなくなりゃこうなる。奥出してまで欲しい戦力ではないわな。ファンもアンチも実力で黙らせる男。巨人時代日にドラ相手によく打ってたんやろか。去年ホームランの割に打点少なすぎやな。タッツ、よし。来シーズンはレッドソックス吉田で大型補強や。シーズン序盤の方が打ってたからこの発言叩かれてたよな。阪神ってあまり FA で出ていかない、満足度の高い球団のイメージだからだわ。大山残留だろ。阪神ってファンがあれだから選手もあわよくば出ていきたそうなイメージあるけど逆なのか。ご視聴ありがとうございました。